お世話になります。いつもの挨拶でした。今日もイグザムのイグラジの時間、イグザムラディオ、ラディオ始まるよ。はい、お世話になります。クロです。イグザムのクロです。先行っちゃった。先行っちゃったね。先走りましたね。先走り、先走りですよ。先走りといえば、そういう話なの。スタバってうまくないって話をしたいと思うんだけど、それはあんま先走ってない割と周知な事実だね。はい、あの私ですね、あまりスタバ好きじゃないんですよ実は。あ、そうなの。あのまあよくあるやつだけど、なんかちょっとこの生きってる感じがしちゃうのね、もうスタバさん申し訳ない、ね、そう申し訳ないんだけどさ、ちょっとでもそれもなんていうの、それも含めてみたいなのあるじゃない、スタバでマック開いてそうみたいなさ、なんかそういうのの場所代みたいなのもあるみたいな言うじゃない、そういう空間、でまあ私はってなるタイプなの、そういうの、なんやねんってセブンとかでいいじゃんってなるわけよ、座れりゃどこでもいい、そうそうとかって思っちゃうわけなんだけど、ちょっとすごいものを見つけてしまって。え、何？あのスタバってカスタムがいろいろできるじゃん。あ、そうね。最近俺すごいなと思ったのがブレベミルクっていうやり方。え？ブレベミルク。それあのブルーベースの。違います。それはあのブルベイエベの話だよ。ああ。あのブレベっていう。ブレベってなんか素材の話？いやこれね。意味としては、牛乳と生クリームを1対1で混ぜるんですよ。やっちゃったね。すごいでしょ。やっちゃったねこれ。でこれなんかシアトルだと、ハーフ&ハーフっていうミルクらしいんですよ。ただそういうのはないので、日本には。だから1対1で混ぜると。でこれいわゆるミルクが入ってる系、あのミルクって選べるんだよね、豆乳とかさ選べるじゃん。その中にブレベミルクってのがある。ブレベ。その1対1で割ったやつがあるんだと。そう。あ、これであの例えばバニラクリームフラペチーノとかあるじゃない、ホットだけじゃないと思うんだけど、でそういうのとかをこのより生クリーム感を出すわけよ、出るんです。でこれね美味しくて、あのなんか例えるなら濃厚になるので、まず口当たりが生クリームの濃厚さと甘みが強くなる。ああ、そうなんだ。でこれを知ってからもう今はなんかなんとかフラペチーノとかそういうのじゃなくて、もうスターバックスラテのあのシンプルなのしか頼まないの俺。でそこに入れるわけ。そう、そのラテのミルクをブレベミルクに変えると、すっげえうまい。やっぱ生クリームが好きな人だよね。あ、もう多分やった方がいいと思う。生クリーム好きとか、あとそういうのがそれ甘いのが好きな人に勧めたら、知らない人に、みんな口を揃えて美味しいって言ってくれたので、これ50円ほどプラス料金かかるんだけど。なるほどね。ブレベミルクです。まあまあまあ。ただもうこれマジでうまいんで、まあ結局ミルクがうまいっていう話になるわけですよ。全部うまいんだけど、だから俺はスタバに行くようになった。なるほどね。ブレベミルクって言ってる時の顔はなかなかにいい顔してたよ。